はい、皆さんこんにちは、スノアシービーです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は福井県大野市の九頭竜湖に来ています。今後ろに映っているのがですね、九頭竜湖の観光スポットの一つである夢の架け橋になります。この橋を渡ってしばらく行った地区にですね、明治22年から大正11年頃まで主谷鉱山という鉱山が存在していました。今はすでに閉山されているんですけども、そこで働いていた人たちや生活していた人たちの居住地の跡が残っているということなので、今日はそちらを見に行ってみたいと思います。はい、では、渡っていきたいと思います。すごくね、景色がね、いいですね。すごい、で初めて行く場所なので、今回も全く分かりません。でこの橋はなんか瀬戸大橋のモデルになった橋らしいですね。モデルというか実験用で作った橋みたいなことを聞きました。はい、大型車は通行不能ですね。で、詳しい説明とかはできませんので、あくまでも、こういうところがあるんで行ってみましたという動画になっています。その辺はご了承ください。今日もね、いい天気なので、ね、林道ツーリングとかね、こういう、ね、探検ツーリングをするにはもってこいの天気ですね。落石注意ですね。このなんだろう、落石を防止するネットですかね。これがボロボロになってますね。もうちょっと年季が入ってますね。でこの周辺には、他にも長野鉱山、野尻鉱山、九頭竜鉱山っていうのが存在していたらしいんですけども、すでにこの九頭竜湖の湖の底に沈んでしまっているらしいですね。これも確かな情報かどうかわからないんですけども、そういったことを耳にしました。で福井で有名な鉱山っていえば、中立鉱山なんですけども、こちらも閉山はされてるんですけども、アドベンチャーランド中立といって、ちょっとした観光スポットになっていましたね。今度そちらの方も見に行ってみたいと思います。この橋は何ていう橋なんだろう。九頭竜、違う、主谷橋、主谷橋ですね。これはすれ違いができないですね。これ左側を流れているのが主谷側ですね。わあ、うわ、すごい、うわ、すごいな、このこんなところがあるんや。さっきからすごいしか出ない。この辺の道ももうガタガタですね。もう、あ、なんか見えてきました。見えてきましたよ。わあ、すごいな。石垣がこう積んでありますね。
これは左かな。この景色はすごいな。でもうわーすごい。これどこまで行けるんだろうな車で。わあすごい。こっから先は私有地らしいですね。この石垣の上に全部家が建っていたんでしょうね当時は。よし、ちょっと一旦下の方まで行ってみましょう。戻りましょう。あ、すごい綺麗にレンガが積まれてますね。すごいな。これはレンガかな。あ、レンガですね。わあ。あ、こっから見るとすごいですね。この位置や。もうこの位置から見るともうすごい何とも言えない感じです。もうこの石垣がきれいに積まれてますね。でもね、あら、なんかガラスの破片が散らばっているぞ。これは当時のガラスなんですかね。それとも誰かが来てばらまいたんかな。そんなことないですよね。ここもなんか木のあれですね。しょ、ここはなんかの部屋の入り口ですかね。これなんか階段みたいななんかなってますけど、ここに扉があってなんか部屋があったんですかね。あの上のやつは何だろう、あの四角いやつは。
これは何ですかね。ああすごい、多分向こう向かい側の斜面にも家がいっぱい建てたんでしょうね。これは何かの土台ですね。でっかいボルトがしっかりはまってますね。よいしょ。これは何だろう。変わった形してます。さて、まあ、このレンガは誰かが後で建てたんでしょうね。ほんまレンガは引き詰められてますね。ここいや暑い。よいしょ。あ、これ何か食器の破片ですね。誰かが使ってたやつですかね。多分他の人が見つけてここに置いたんでしょうね。わあすごいな。これも何だろう、何かを流し込むやつかな。これ何か流れてたのかな。流して、これ工場、何だろうこのでかい土台は。あ、何かここに何か止める金具がついてますね。当時ここに約3000人の方が住まわれていたみたいですね。3000人はすごいと思いますよ。で、あのこの鉱山が閉山になった主な理由っていうのが、あのスペイン風邪の流行だそうです。まあ、スペイン風邪によって多くの人が、まあ、亡くなられて、まあ、ゆくゆくは閉山になったらしいです。まあ、今から約100年ぐらい前の話ですかね。でもはい、というわけで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ次の動画もお願いします。